セレーナに敬意を表して混流されたミラドールデラ、フランカ・セレーナはアメリカ合衆国生まれのメキシコ系アメリカ人の歌手。アメリカ人では数少ない女性テハーノミュージックの歌手であり、テハーノの女王と呼ばれていた。本名はセレーナ・キンタニーヤ・ペレズ。テキサス州レイク・ジャクソンでメキシコ人の父エイブラハム・キンタニーヤ・ジュニアとメキシコ系アメリカ人の母。 マーセラ・オフィーリア・サモラの間に生まれた。誕生名はセレーナ・キントニーや。9歳の時に家族だけで結成したセレーナ・イロスリノスのボーカルとして父親の経営するメキシコ料理店で歌い始めた。1年も経たないうちに料理店が破産し、一家はコーパス・クリスティに移住して様々な形で生演奏を提供することで生計を立て始めた。セレーナは12歳で、 アルバムデビューを果たし、1987年のテハーのミュージックアワードにおいて最優秀女性ボーカリストに選ばれた。1992年にセレーナ・イロス・ディノスのメンバーだったクリス・ペレスと結婚し、セレーナ・キンタニー・ア・ペレスと改名。1994年にグラミー賞のメキシカン・アメリカン・アルバム賞を受賞した。1995年にファンクラブ会長。 ヨランダサルディバルによる着服が発覚し、会長を解雇した。書類を受け取りに行った先で、ヨランダに銃で撃たれ、出血多量により死亡。わずか23歳だった。ヨランダは同年10月23日に終身刑の判決を受けた。当時テキサス州知事を務めていたジョージ・ W ・ブッシュが、セレーナの誕生日をセレーナの日にすることを定めた。1997年に、 ジェニファー・ロペス主演の電気映画、セレナが公開された。以下の日本語のアルバム名は、日本版が発売された、眠れない夜、それに収録された世紀の日本語題がある楽曲をタイトル曲としている、禁じられた愛以外は、説明的な解約であり、車体字で表示している。ありがとうございます。